こんばんは、こんにちはか。今夜お疲れ様、ありがとう。楽しかったです。ミッションした時のゆうちゃん反応どうだった？こびてるって言われました。こび売ってるだから、こび売ってるって言われました。住職だから、家です、家。まあ、ゆうなさんと今日もいっぱい喋りました。なんかね、藤子からカップケーキもらったの1個ね。最後タクシーで帰る時に余ってるからもうあげるって言われて、りさきちゃんとりんかで3個ずつもらったんですよ。見て、この3個ずつもらったから食べたいと思います。ありがとうね、藤子、ありがとう。いっぱい食べたいと思います。ダイエットして2キロ痩せたのに、まあ公園で動いたからまあいいよねって思ったので食べちゃいたいと思います。すいません、美味しいから。すごい美味しいんですよ、これ。めっちゃ美味しくて大好きなんで食べたいと思います。本当に美味しいの、これ。よし、いただき。うん、うん、うん、皆さんと藤子がいろいろ対決するね。どっちも料理得意で美味しいから、今日はいくのちゃんの手紙がうるってきてとても感動したね。こっちも涙出てきそうになっちゃったよ。美味しい。これあと1個食べて、あともう1個は夜ご飯後に食べたいと思います。さすがにやばい。ゆいちゃんありがとうございます。はぎまいさんありがとうございます。初見、あ、初見ありがとうございます。今日いつもにまして可愛いやん。いいリップ使ってる。あのね、これね、カレンレンなんだけど、私も買いたいんですけど、めっちゃいいリップがあるんですよ、私がずっと使ってる。それが欲しくてずっと借りてるんです、カレンレンのリップ。マー君ありがとう、分かったよ。今日私のファンの方が前の方のね席だったんですよ。どっちもじゃない前の方の席で、すごく見えた。公園出る前にね、お弁当食べるんだけど、お弁当の白ご飯を2人
口ぐらいだけしか食べずにおかずだけ食べたんですよ。だから多分お腹が空いてるんだと思う。でも今日はステーキなんですよ。ステーキなんでもう食べません。アビタカさん、リラックマクリラックマン黄色い鳥ありがとうございます。また夜やります。多分 HKT 超絶おじさんありがとうございます。マタロウさんありがとうございます。黄色い鳥眠いです、助けてください。起きてー。すみさんありがとうございます。いっぱい今日はもうメイクもいい感じ。今日アイラインが超うまくいって、ほらこっちも見えないね。アイラインが超うまくいったんです。だからそれに肌の肌もメイクもうまくいってグッドだったんです。ゆっくさんありがとうございます。イーズの HKT のコラボのねねちゃんのグルメ食べて今帰ってる途中に配信見てる。食べたいんだけど、食べたい。私もこの配信が5時までやるんですけど、5時終わったら配信終わったらやるわ。ここがちょっと髪の毛が痛いので外します。外れない。こんにちは。今日もかわりんくんありがとうございます。今日メイクしてるからね。とても近い席でリンガにたくさんチャーダープリできたこと見えたよ。もう最初に見つけた。みんながさ座席教えてくれてたからもうどこにいるか分かって、それをカレンレンと話してたら、あ、カレンのね、ファンの人はね、こことここにいる。あ、めっちゃ近いやん、カレンのファンと、とか、めっちゃ話してて面白かった。ソーシさん、いっぱいありがとうございます。あ、竹橋さん。何かあるかな、話すこと。こんにちは。ヨッシーさん来てくれてありがとうございます。鼻がかゆい、ここがかゆい。すごく私はお眠です。お眠。7時15分から英語があるんですよ。またそれまでご飯食べて寝ようかなって思う。明日学校やな。でも明後日4時間授業なんですよ。だからやったって感じ。今日の配信スケジュールは英語が7時15分から8時半までなので、終わったらすぐやって、終わったらすぐやるのでちょっとだけなんですけど、20分ぐらいしかできないかもしれないけど、終わったらすぐやりたいと思います。いつも応援 Thank you Hey Love your hair 1,2,3,4 I want more とちょうだい。
クが鬼滅の刃の話して気になって今ツルヒの2話見たのに見て炭治郎の家族になったのに、あそこ結構悲しいよね。あそこ昼公演配信で見た時リンカちゃんばかり探しました。え嘘、ありがとう、探してくれたんだ。バケさん、リラックもありがとうございます。あ、コリラックもありがとうございます。あ、みっつんさん、リラックもありがとうございます。あ、コリラックもありがとうございます。あ、いっぱいありがとうございます、みっつんさん。パズドラお疲れ様でした。ありがとうね。ありがとうねとか言って。ありがとうございます。無事ここがね初出演でおめでとうだったんです。すごくよくできてた、すごいですね。もちゃんさん、リラックもありがとうございます。私は今とてもお眠です。んかちゃんってカメロングにしたいんですけど、研究生の間髪型は変えれないので、そう帰れないからロングにします。絶対ロングにする、絶対伸ばします。なんか日向の生誕祭楽しかったですか？楽しかった。パジャマドライブたくさん出させていただいて楽しいです、すごく。あ、君にとっては生野ちゃんと仲良いのがさ手合いで使ってきたね。ほんとずっとね楽屋でも2人で座っててずっと話してるんですよ。あれなんか静かになったなと思ったらひなちゃんどっか行っていないみたいな。ロングにしたら印象変わる人、ロングがいいんだけど、でもみんなからねこの髪型がいいって言われてるの。でもこの髪型だとヘアアレンジが少ないからロングの方がいいなって思ってるんだけど、巻きたいの私は。シーバ様ひ、ま、シーバ、まさひろさん、ありがとうございます、ハート。くま太郎さん、ハート、ありがとうございます。超眠い、やばい。シャドリリリンカも可愛くない、ありがとう。リリンカがいつかツインテールしようとか、ごめんね、ツインテールとかしたいけど。こうさ前髪なかったらね昔の昭和の女の子みたいになってなるんですよ。だからそれがちょっとあれなんだけど、超お眠です。西健さん、リラックもありがとうございます。ちょっとお眠なので5時に終わって6時まで寝てそっからご飯食べようかな。西健さん、黄色い鳥ありがとうございます。明日はまた水泳に学校帰ってきたら行こうかなと思ってますのでね、水泳に行こうかなって。朝から首止まんない、わかる。こんなに可愛い子だと思わなかった、リアルお話会応募します。え、そう、ありがとうね。プーマンさん、ありがとうございます。可愛い子だった、ありがとう。
ありがとうございます。嬉しい、こうやってね公演にたくさん出ていろんな私の一面を知っていただけてね、こう来る来てくださる方がいるので嬉しいです。嬉しい、絶対どっかで見たことあるってなるかも。こんにちは、ねえねえさん、こんにちは。6月11日会いに行くね、ありがとう。私の15歳が最で見れます。私7月28で16になるんで、もうすぐで16になる私を 見納めできます。最近民家のことが気になってるよ。え、嘘、ありがとうございます。最近気になってくれてる方多くて嬉しい。頑張ります。私もその期待に応えられるように頑張っていきます。ベタル恋がいるのはそこに道があるかな。ああ君に、ムームンさんこんにちは。はい、リラックマありがとうございます。ムームンさん、あ、これリラックマも嬉しい。あ、黄色い鳥もありがとうございます。かわいい、リカコールがさできるからそれが本当に楽しみだけど、ハザドラ早く出たいな。また忘れないうちに、まあ、忘れなかったんだけどね、1ヶ月経っても体が覚えてくれてるから、それを頼りに頑張ればいけます。超絶ミカの話か言って女の子もいい。韓国の方はあんまりこっちに来れなかったので、前はね女の子多かったですね。でも男の方の方が多いです比率は。サトニャンさん、コリラックもありがとうございます。そう、比率は男の方の方が多いんですけど、まあ女の方もちらほらいるって感じです。嬉しいことです。ロデムさんありがとうございます。ロデムさんありがとうございますというかこんにちは。しみちゃんさん、リラックマありがとうございます。あ、これリラックマもありがとうございます。黄色い鳥もありがとうございます。大将はいらない、超絶眠いリンカ、超絶眠いリンカ、マジでめっちゃ眠いっす。自分6期生メンバー5人推してるって決めてるけど、誰が最初に私のことを覚えてくれるか。ロンリーボーイさん、リンカ知ってる、覚えてるよ。ロンリーボーイさんって何回呼んだか。リンカちゃんのリンゴヘアとか気になります。リンゴヘアやったことあるね、昔っていうほどでもないけど、ここでしょ、これでしょ、こういうの
今度やるね。4月のコンサートも行くから、ニカちゃんを探すと私も探す。なんか持ってくれてたら何も持ってなかったら顔わかんないけど、なんか持ってくれてたら見つける。あくびいっぱい来てください。コンサート、コンサートがね一番楽しみ、楽しみっていうか一番楽しい、一番楽しいですよコンサートが。コンサートのリハーサルも楽しいしね。あ、流れてたコメント、ワクワクしてます。でもでもね、うちは作っちゃうか。え、作ってください、ありがとうね。作ってくれたらめっちゃ嬉しいんだけど。11周年のコンサートの時にリンカのことを気になり始めて、そこからリンカちゃんって、え、ありがとう。昨日早く寝たの、え、12時くらいですけど、今日の朝が6時50分に起きたんで、それがダメ。コンサート早くしてほしい気持ちもあるけどね。コンサート楽しいからさ、またツアーとかあったら神戸も入れてほしいな。まだやってない曲の中でやってみたい曲ありますか？制服のバンビ、制服のバンビかな。出て出てくれたら OK。大好きだよ、ありがとう。泣くも卒業コンサートから来ないでほしい。あ、わかる。なんか早くし楽しい時間を過ごしたいけど、泣くさんの卒業するからそれは来てほしくない。やだ。でも私高校生だから最後まで出れるんですよ、泣くさんの卒業公演も。だからそれだけが嬉しくて、と絶対途中でこう吐きさせられたくないんですよ。私絶対憧れてたのこさんだから、絶対最後まで出たかったから。でも高校生だから出れるんです。それだけが嬉しくて嬉しくてたまりません。本当に嬉しいですね。そうなんだね、よかったね、最後までリンカ見れるの嬉しい。そう、ほんと50カウントです、ありがとうございます。超目がさうっとりしてる、ほんとに眠たいんだけど。ダメダメ、寝ちゃうのダメ、寝ちゃダメよ。どうしてそんなに眠いの？昨日の夜多分12時ぐらい寝たのと、今日の朝早起きしたのと、ちょっと今日公演だったから疲れて眠たいです。多分今すぐ寝れる、そう今すぐ寝れる、本当に。もうすぐ寝れます。終了
BTS のコンサート特典映像リンカちゃん映ってるよね、見直してみよう、映ってますけど私見れないんですよ、思ってるけど。こんにちはサブローさん、あこんにちは。リンカで学校行ったり土日も仕事したりしけど、ちゃんと休み取れてますよ。休みあるけど、休みの日はそうやってダンスの練習家でしたり水泳行ったりするんで、まあ、それが休みかな。ねえねえさんパラありがとうございます。普通にめっちゃ休んでますよ。忙しい時は忙しいけど、ここ今年入ってからずっとちょっと結構忙しくて、課題とか全然出せないんですよ。課題とか全然出せないし、それを先生に言うのもなんか嫌なんですよ。課題ちょっと最近忙しくて出せないですっていうのも嫌だから黙っちゃってて、で明日ちょっと課題また出さないといけないのあるんですけど、私本当に終わらないんですよね、忙しすぎて。忙しくさせてもらってて、そう終わらないんですよ課題が。だからもう無理と思って、もう卒業するからもういいやと思って出さないです。本当に無理なんです。これで怒られても私はもうちゃんと素直に言えるので。いや本当に最近忙しすぎて何も課題手につけなくて、手をつけられなくて本当にすいませんって言えば、まあまあまあ許してくれるだろう。だって本当のことなんだもん。それをなんか、それ理科のワークの時だったんだけど、それがね初めてそうなったのが理科のワークの時、なんか みんながなんかめっちゃ聞いてる状態で、なんか理由をないといけなくて、その男子が忘れてて、その男子がなんか忘れてるので理由言ったんですよ。こうこうこうで忘れましたみたいな。それをみんなが聞いててめっちゃ笑ってるんですよ、その男子の回答を聞いて。その後に私がね、その後に私がなんか最近忙しくてって言ったら、なんか気まずくてなんか言えなくて、なんかもう言いにくい状況だったんですよ。もうだから言わなかったら何も言われてなかった、先生に。リンカちゃんだ、王子さん出してないよって何も言われなかったから、まあちょっとは分かってくれてんのかなって思ったんですけど、本当に分かんないので、本当に出せないから、卒業式前に出してって言われてもマジ出せないんですよ。本当に本当に時間なくて無理ですって言うから、私は本当に時間ないから無理なんよ。どうすればいいと思う。まあこれがね本当だから、嘘じゃないから。嘘なんて簡単につけるけど嘘じゃない。うん、理解してくれてたんだけど、私の担任の先生は理解してくれてるんですよ。無理しなくていいよって、出せる範囲でいいよみたいな言ってくれるんだけど、それをなんかそれをねちゃんとね、その先生にも説明したら許してくれると思うよみたいな書いてるけどさ、言われて、いやそれ言うのも、だから言うのが無理なんだって思って、一人でちょっとわーってなってたんですけど、もう本当に無理だから私はもう絶対出さないって心に決めたんです。絶対出さない。いい、卒業するまで絶対出さない。だってもう卒業式がもうすぐなので出さないです、もう絶対。見て指輪かわいい、指輪私が作った指輪です。可愛くない？指輪可愛いでしょ。私が手作りなんです、この指輪。すごくない？ほら手作り、この指輪手作りなんです。信じられないかもしれないけど、手作り作りなんです。あくびです、今のは。音は私あくびするときここ喉が鳴るから、なんか授業中とか静かの時にあくびしたら
めっちゃな喉鳴るからなんかゲップみたいに思われるんですけど、あの指輪なんですけど、これあのあれですよ、これここにあるこれを自分で作った指輪ってことにしてるだけ。そう見えるくない？画面越しだと作ったように。みんな騙されてましたね。ほら、だから私が作ったんです。ほら、くる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 。リンカってバラエティとかお笑い番組とかって見たりする？うん、するよ。するする。じゃ今から文字を書きたいと思います。これで Air、 こっちかな、こっちか。 Air、O、 V、 見えないね、ここか、髪の毛ね。 V、 E、 むず、 E、 どっちするんだ。あ、分かった分かった分かった。こうで、こう、ちっちゃくなるけど、待ってね、いい作ってるんで今待ってください。今もうできてるんだけど、このちょうどいいところで真ん中に割れさせたいから。いい、ちょっと待ってね。恋はいたずらの天使の尻尾。来た。いい。いい、できた。次、あとハート、ハート。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 ちょっとだけ。浮いちゃえ、ちゃんちゃんちゃん。大好きな人。恋の引力に逆らえ、ちゃんちゃんちゃん。来た来た来た。じゃーん、ハート。うまくない？作るのうまくね、ハート。ハートです。このまま残しとこう。じゃんじゃんじゃん。とてもお眠です、お眠です。ハート職員。チュルラウォーって秋が出徐々にな The night on the one One 我折の前と To 音楽しよう。
なんか鼻水が。アイドルになってからユイナとユイナの思い出ってある？なんか私最初ユイナもユイナもどっちも仲良くなくて、私孤立してたんですよ。孤立っていうか一人が好きだったので一人で遊んでたんです、一人でいたんですけど、いつの間にか仲良くなって3人で焼肉行ったりしました。もうさ眠くて口とかなんかが動いてないとダメだから、もう食べるわこれ、食べちゃうね。もう本当に 何かしてないと寝ちゃうから、何かしないと寝ちゃう病院になっちゃったので、もうこう食べます。本当に何かしないと寝ちゃうから食べるしかないの。コメントもさちょっと遅いから反映されるのが。分かる、昼ご飯食べた後とかなんか眠たくなるよね。学校出そうだもん。あと15分ぐらいなんだけど、食べたら一番眠くなる。それな、食べちゃった。配信終わった。寝る前にご飯食べよっかな。寝る前にご飯食べて眠くなるかな、こうやってご飯食べて寝るわ。そしたらいっぱい寝れる、ギリギリまで。5時間目の授業の時とかってとても眠たかった記憶がある。何かって授業中眠たくなったりする。めっちゃする、マジで。寝不足の時とかは本当に2時間目でも眠たくなるんですよ。で5時間目が一番私眠たくなっちゃうんですけど、一番前の席だった時にめっちゃ普通に寝ちゃったり、普通に窓際とかあったかいんです。今窓際なんですけど、めっちゃあったかくてマジで眠たくて普通に、ね、寝ますよ私。めっちゃ寝ます。こうやって考えてるふりしながら、こうやって考えてるふりしながらこうやって寝るんです。そしたらここで見えないじゃないですか。でこっちはもう髪の毛がこうなってるんで、こう完全に寝てない。この辺で寝るんです。で下に教科書置いてこう寝るんですけど、教科書読んでる風にしといて、それか考えてるみたいにしてるんです。その方法が一番良かったから今までで。眠たくて寝てても起きてって言われたことない。先生から注意されたことないないんです。私最高。多分寝てんのバレてるんですけど、全く何も言われたことない。
女子が寝ると写真撮る男子やば、絶対好きやんその男子、その女子のこと。マジでとっても眠いです。今日のお手紙読み始めた時、そして泣き出した時に書いたメンバー分かっちゃったよ。行くの、りなちゃん。僕の学校の頃は先生がこっそり近づいて寝てる人の机叩いて起こしたりして。マジで何も言われない私。言われる人もいるけど、私は言われたことない一回も。言われてる人はいるよ、言われてる人いるけど、私は一回も言われたことがないです。なんでなんだろう、どういう違い。バレてないのかな、多分わかんないけど、バレてそうだけどね。アイロンかけながらリンカちゃんの声聞いてたらはかどった。マジでお疲れアイロン。今はちゃんと見てるよ、ありがとう。でいいよ。リンカって温泉とかお風呂って好き？疲れたりした時って温泉お風呂に入りたくないの？温泉好きだよ、お風呂も好きだけど、私一番風呂が好きなの。家の湯船だったら一番風呂しか入りたくない人。一番風呂じゃなかったら入らないです私。先週終わったみたい、めっちゃ家事してる。洗車か、洗濯か。洗濯いいじゃん。え、もう一番風呂好きだよね。私変な潔癖症なんで一番風呂しか入れないんです、もともと。答えにくい質問だと思うけど、黒とか、私は頭です、頭です、頭、顔、体かな。頭、顔、体かな。上からですね、だって上からの汚れがこう下に落ちていくから、どんどん。だから最後からだですね。
一緒だ、だよね、一緒だよね。そうもできない。それとすぐお風呂上がる人、長風呂できないんです。私心臓が痛くなるんです、湯船に浸かってたら。湯船に浸かってたら心臓が痛くなるので。まずお風呂の浴槽から洗わないと。そうね、おじさんとか半身浴、そう半身浴ね、この前した家だけど、ずっと汗かいて、超絶汗かいたらもうなんかクラクラしちゃって、クラクラしちゃったからすぐ上がりました。結局あと2個目。サウナって行ったことある？サウナ行ったことあるよ。サウナいいよね。でもあれもなんかはってなって、なんか息ができる、苦しくなる。これは本当に買ったやつ。これは本当に買った。買ったやつです。っていうのは嘘です。指輪は買ってません。私の指輪は脆いんです。だってみて、2泊3日くらいで大分に温泉旅行行けて、わかる。サウナ開けた瞬間すごい暑かった。暑いよね。お疲れ様でした。お疲れ様。お眠なんだ私は。すごくこれで二人の線作れるよ絶対。リンカって反抗期って来た？反抗期来てないと思う、多分。多分ね。本当に眠いけどご飯食べるし、ご飯食べ終わるまでは絶対に寝ないって決めてるんだ。だからもう配信終わったらすぐに立ち上がって、すぐにご飯を温めに行って、すぐに帰ってきて、すぐにご飯食べ終わって寝ます。反抗期っていうか、反抗期してもお母さんにすぐ負けるんで、私反抗できない。お母さんが主導権なんです、私の家は。どう、綺麗？長方形の上が空いたバンジョ。もう朝まで起きない。うん、違う違う。7時15分には起きないといけないんですよ。7時15分。最悪なことにね。英語があるので。超
ずつ眠たい。リンカー。思い出の純な意識。今日も英語ぞ。土日英語なんですよ。最近休んでたからさ。キスはできない。お腹す英語って何事？そうだよ、英語習い事。お腹空いてきた、お腹空いてきた。マック食べたいとか言わんで。マック禁止してんね、今禁止してんねん。だからマック食べたいとか言わんといて。こんにちは。超今めっちゃ寝そうになってた今。モスもダメ、モスもダメ。ニカってファーストフードとか外食して食べてるあまりかれ。めっちゃするけど、めっちゃするけど、外食めっちゃ好きだからするけど、ファーストフードもめっちゃ好きだからするけど。じゃあそろそろ55分になったので男女読みたいと思います。13位、すみさんありがとうございます。12位、ビョンドクさん、カムサンリダー。11位、りょうさんありがとうございます。10位、パルちゃんさんありがとうございます。9位、ネワレスさんありがとうございます。8位、ヨッシーさんありがとうございます。7位、しみちゃんさんありがとうございます。6位、はぎまいさんありがとうございます。5位、にしけんさんありがとうございます。4位、みっつんさんありがとうございます。3位、たきやすさんありがとうございます。2位、メモちゃんさんありがとうございます。1位、くまんちさんありがとうございました。やばい、本当に眠いけど絶対ご飯だけ食べて寝るから。みんなご飯だけ食べて寝るから、ありがとうございました。ということで1時間ちょっと経ってないけど、まあちょっと眠たいので終わりにしたいと思います。バイバーイ、みんなありがとうね。バイバーイ、また夜やる、多分やるので来てください。バイバーイ。